談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。青天をつけ33回論語とそろばん、出ましたね。代表的な著書のタイトル、論語とそろばんです。今回だいぶお仕事ドラマ感が強くなってまいりました。日曜の夜に銀行の存続をかけた大勝負、大隈さんを斜めに睨みつける栄一さんの目の上げ方がもう半沢堺井正人っぽくて、これでお休みでしたけど家康様が出てきてたら完全に頭取りですよね、という感じです。大隈さん一緒にやってた時はその推進力すごく頼れるなという感じでしたが、離れてみると厄介な相手、こういうフレキシブルなところも新政府の力になってたんだなぁと人事のように思ってしまいました。小野組を切り捨てなくてはならないとなった時の吉澤栄一さんの苦渋っぷりが非常に苦渋に満ちてて、いい苦さですよね。政府に商人が潰されないようにってあんなに頑張って頑張ってきたのに、やっぱり善意を政府から守ることができなかったというようなのもありますし、足元にひざまずかれたりしたくないんですよね。しんどい。小野組が潰れてもこの銀行を潰すわけにいかないと言っている時も目が潤んでるし、涙つ気持ちを逃がすように息を静かに吐きながら話していく。小野組の古川さんみたいな人とのつながりでしのいだものも映ってないけど他にも多いんだろうなぁと想像させるところです。それにしても表情が厳しい。その後美濃村からの手紙の顔が増えていくのがむちゃくちゃウケるなと思っていたところ、これはどういう意味ですかと乗り込んできたところの憤慨している栄一さん、いいですね。久々に聞きました、承服しかねる、いい声です。いやー、この栄一さんと美濃村さんの二人で話すところが本当に面白いしゾクゾクしますよね。どこまでもドドドドドーっとまっすぐ攻め込んでいく栄一さんに、ひらりひらりとかわして絡め手でいつの間にか自分にいいような話にしていく美濃村さん、もっと見たいなー。検査の後大隈さん何を言い出すかと思ったら、意外とやはり頼れる人でした。大隈先輩ありがとうございますと思ってたら、また岩崎ともなんやらゴニョゴニョゴニョとやれやれですね。大隈さんも大変なんだな。さっきもね、お家で荒れてる時に奥さんが五代さんからの注意事項のお手紙とか持ってきて言ってましたし、その五代さんのおかげでもう一人このドラマでどうしても邪魔者に見える立ち位置だった大久保さんの可愛いところも見ることができて、めっちゃいいドラマだなぁと思いました。さて、静岡を久々に訪れた栄一さん、今日も伊海さんに会えて嬉しいです。お主が来るのは楽しみにしておった、カッカッカッと豪快に笑っているところへ、すっと妖艶な吉信様、穏やかな生活を映したような穏やかなお顔、政治の話に1ミリも興味を示さないところが最高です。でもその興味を持ってもらえない政治の話をしている栄一さんも、東京で政治の話をしている時とは全然表情が違いますね。キリキリしてないというか、やれやれあいつらにも困ったもんだみたいなくつろいだ感じで、政府を辞めてすっきりとえくぼを浮かべて子供の話に切り替えて笑い合うところもすごくあったかくて、なんだか血洗島とはまた違いますけど、もう一つの実家に帰ったようなほっとした雰囲気に救われますというような穏やかそうな吉信様の暮らしでしたが、実は安さんが新政府になって苦労している人たちがいっぱいいる、こんなことのためにうちの人はと怒鳴り込んできた話と合わせまして、表面上穏やかに暮らしていても実は心を痛め続けているお姿が少し垣間見えます。でもあなたが来ると楽しそうやという言葉を受けて微笑みつつも、ちょっと何とかしなくてはと思ってらっしゃるような
表情。そんな吉澤栄一さんの声で聞く論語、これめっちゃいいですよね。ポッドキャストとかにすればいいのに。まあ普通は夜分に突然夫が論語を音読しでしたら鬱陶しいことこの上ありませんが、吉澤栄一さん、いい声すぎます。これなら大歓迎です。途中で上位獅子にかぶれてしまったという微笑み、その後のお話もお千代だけに見せる柔らかい笑顔をカメラに向けてくださって本当にありがとうございます。この論語に詰まっている心や、フランスで慈善活動をしていたご婦人のお話、そしてずっと人のためを思っていたカス様の思い出、先ほどのヤスさんの今困ってる人がいっぱいいるという話、今のような世の中では先に命を落とした人たちに胸を張れねえ、そんなあれこれがつながって、大切なのはやはり民だと養育院を預かろうと考えている流れになっていくんですね。すごく納得しました。なるほど。今まだ銀行ができたばかりですが、これからたくさん実業家として様々な事業をやっていって、晩年に近くなっていくとたくさんの慈善事業に関わることになるんですよね。この頃からすでに考え始めてたんだなっていうところです。こんな穏やかな家庭での時間もありますが、銀行はまだまだ大変。さっきも検査の時に、この銀行は願望のようなものだから大切に育てよと言われていましたが、本当に銀行を作っただけでうまくいくわけじゃないんですね。それをこの時点ではっきり悟って、大きな声に出して、まあ、実際あんなにみんなの前で頭取がぐずったかどうかは不明ですが、はっきり認識しているところが渋沢さんの強み、そして吉澤栄一さんの強みだなと思います。そこにまた横浜で産卵子の輸出が滞っていると奇策が乗り込んできます。大熊さんと伊藤さんと大久保さん、3人揃っても解決できず、民が動くしかないとなって、大久保さんがついに栄一さんに頭を下げる、具体的に頭を下げてはいませんでしたが、頭を下げる的な感じになります。でもむちゃくちゃ冷たい目で片手まで引き受けることはできません。政府がどうにかするべきではないか。むちゃくちゃ冷たい切り捨て栄一です。でも大久保さん、さっき五代さんに自分の弱みを見せないから人望がないって言われたのが効いているのかどうか。自分には経済のことはわからない、自分ではなく国を救うと思って味方になってくれんか、白旗を上げてみせました。あれですね、私のことは嫌いでも AKB のことは嫌いにならないでください方式ですね。これが栄一さんにズキュンと刺さったみたいで、クッと表情が変わって気持ちが動きました。大成功。気が向くとギュインギュインギュインと栄一さんの脳が回って解決策を思いついてしまいます。商人のセンスもそうですし、伊達にあらゆる改革の舵取りばかりしてきているわけではありません。去り際にひょこっと戻って、お菓子霊やってやりましょうのいたずらっぽい表情が最高です。これ大久保さんも惚れちゃうんじゃないかな。もうキュンキュンですよね。横浜で作戦を語るところ、腕組みをして話す横顔に下顎を引きながらソロバンパチパチする栄一さんのかっこいいことと言ったらありません。買い控えに対抗して売り控えるという話、いち早くピンとくる順中さんも、やっぱりむちゃくちゃ優秀な方なんだなと改めて感心しつつ、栗本さん久しぶり。徳川がパリで新聞に泣かされた経験をもとに、政府と世の中を動かす力を使うということを思うあたりが、この動乱期を生きたしたたかさというか、なんかすごく好きな場面です。新聞の紙面からバサッと出て語る栄一さんもむちゃくちゃかっこいいし、10年越しの焼き打ちと松明を掲げる3人が無駄にかっこいい。なんでしょう、このむちゃくちゃ絵になってるところ最高です。なんかあれみたい、ダルタニアンの三重師みたいイメージですけど、この夜の暗い場面からパッと家族のお正月の明るい場面、こういうところもこのドラマ面白いんですよね。切り替えが綺麗というか、そこへニコニコと遊びに来る美濃村さん、めちゃくちゃ懐く子供たち、がめついように見えてあの小栗さんの
子供たちを引き取って育てているという、本当に人は一面じゃないというのを、この回通していろんな人のいろんな面、 H さんのいろんな面はもういつもいろいろ見てますけど、いろんな人のいろんな面を見せてくれて、みんな本当にみんなのことを好きになっちゃういい話です。五代さんたちと飲み食いしているの、なんかむちゃくちゃ美味しそうだなぁと思っていると、 H さん、多くの人の命運を引き受けていくんだと思うとゾッとした。そのための論語でした。上に立つ人はこうでないと改めて思いました。広いお座敷の別の隅に美濃村さんまだいましたね。違う日かと思ってました。もう子供たちや奥様たちとスルッと仲良くなるところがまたいい感じです。三井銀行を作ったのか、うっかりひいきにしてしまいそう。思い残すことはないというフラグを立てつつ、小栗さん本当に先見の明がありましたよね。小栗さんの思い出でこうして笑い合う二人というのも味わい深い。もっと早く仲良くなってたらもっと売るところがあったかもしれないし、まあでもバチバチしのぎを削ったからこそ学ぶところもいっぱいあったんだろうし、なんかそういう出会いって面白いなぁ。もっと見たかったです。金が中心の世の中になって、開けてはならぬ扉を開けてしまったかもしれないというところで、栄一さん、奥歯を噛みしめて喉をごくり、論語と胸に手を当てます。いい表情です。この先の考え方につながっていくかもしれないものを引き受けたような表情、お見事です。宴会の席に加わることを一度遠慮しておきながら、ちゃっかり馴染みまくってる美濃村さん、もっともっと話しているところを見たいなと思いましたが、翌年亡くなって、バタバタと大久保さんも亡くなって、西郷さんも亡くなって、なんかすごい速さで重要人物がパタパタと亡くなって、戦争に費やした費用に栄一さんがなんと馬鹿らしいと吠える声、前半の銀行でのなんだかんだでも声を荒げるところたびたびありましたが、それらとは違って悲しみややりきれなさが滲んでいるようで、遠いけど栄一さんの目尻の涙が目に浮かぶようでした。生き残っている者の務めを果たすという言葉を改めて思い出します。こうしていろいろな人を見送りながらも毎日の激務をさばいていかなくてはならない栄一さん、私もハットとステッキのむちゃくちゃかっこいい頭取栄一さんに行ってらっしゃいませって言いたいというところで、今日はここまで。明日はサインに戻ります。いやー、待って、あのういういしいなぎくんが10年後にこの貫禄でタイが主演ですよ。すごいな、改めて。マジかとふと思いました。というサイン、よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。